A111 は、イタリアのフィアット傘下の自動車メーカー、アウトビアンキが1969年から1972年まで、生産した小型乗用車である。全長4メートルをわずかに超える4度アセダンはほぼ、フィアット124並みの大きさで、エンジンも共通だが、A111 はアウトビアンキのブランドで生産された、中では最大型の乗用車であった。 1964年に登場して1970年まで生産されたプリムラの後継モデルといえ、設計者のダンテジアコーサがプリムラで初めて実用化した横置きエンジンとトランスミッションを横一線に並べて配置したジアコーサ式前輪駆動方式を踏襲した。同じく1969年に登場した親会社のフィアット発のジアコーサ式前輪駆動車。 フィアット128よりは一回り大きいモデルであった。ボディスタイルは角バッタ、ノッチバックスタイルの4ドアセダン一種で、フィアット125のものを二等式にしたような、区形ヘッドライトが特徴であったが、全体的にはフィアット、フィアット128、フィアット124をはじめとする当時のフィアット正4、ドア車の典型的なデザインである。プリムラが、フィアット128の、 発売前の市場調査的な性格を担って登場したことを考えれば A111 はフィアット124の前輪駆動化のための観測気球であったとも考えられるが実際に124の後継者となったフィアット131は後輪駆動車でフィアットがこのクラスの乗用車を前輪駆動とするのは1983年に登場したレガータからである。 A111 に続くアウトビアン汽車にも、フィアット社の中にも、社格や、機構的に A111 の直接的な後継者となるものはなく、A111 は、わずか3年後の1972年に、累計生産台数56,984台を持って消滅した。エンジンやトランスミッション、ボディスタイルは、発売から、生産中止までずっと1種類のみであった。当時、 英国に駐在していた、ホンダ技研工業の木沢博士が、A111 を購入し、日本に持ち帰り、初代シビックの開発の参考にしたことが知られている。その後のアウトビアンキは、A112 や Y10 などの処位、スーパーミニ級乗用車の生産に専念し、A110 クラスの乗用車はフィアットを除けば、くしくも A111 担当と同じ1969年に、 フィアット参加となったランチ屋が担当することとなった。ありがとうございます。